どうもタゴスと申します。今回もドラゴンボール Z スパーティングゼロ発売記念ということで、前作である17年前に発売したドラゴンボール Z スパーティングメテオの分岐ルートをやっていきます。でこのゲームやったことない人の方向けに、最初は通常ルートでプレイして、後から分岐ルートねやっていきます。でもしね分岐ルートだけ見たいっていう人がいたら、タイムラインにね書いておくので、そこからスキップして見てください。ということで皆さん、いろんな時代のベジータがいると思うんですけど、どの時代のベジータが一番好きですか？まあ初めてね悟空と出会ったサイヤ人編の時のベジータ、そして、まあ、セル第二形態をスーパーサイヤ人でボコボコにしていた時のベジータ、でさらにビンゴ大会で踊っていた時のベジータ、まあいろんなねベジータいると思います。まあその中でも俺が最も好きな時代のベジータがこの魔人ベジータです。それはなぜか、まあ2つ理由があります。まあ1つ目がベジータの成長を表した変身形態だからですね。でベジータは、まあ、サイヤ人編初めて悟空と会った時、もう悟空をとにかく見下していました。あんな下級戦士がエリートのこの俺に勝てるはずがないと、まあ、ところがバットだが、しかし悟空はベジータのギャリック砲を海王拳で跳ね返し、そして大猿になったベジータでさえもなんと味方の力を借りて変身を解き、そして元気玉でとうとうベジータを瀕死の状態にまで追い込むことができると。さらに悟空はベジータを殺しはしなかった。ベジータはきっとその時相当な屈辱を受けたはずです。なぜなら自分が悟空の立場だったらいつも殺していたから、まあ、そんな情けをかけられたベジータは、まあ、とことんプライドが傷ついたと思います。私は、まあ、そんな悟空を見下していったベジータ、フリーザ編になるとなんと悟空を徐々に認めていくようになるんですよね。あいつはもしかしたらフリーザと互角に戦う様子を見て、あいつはもしかしたら伝説のスーパーサイヤ人に近しい人間なのかもしれない、まあ、だがベジータのプライドもそこにはあります。いやそんなはずがない、なんで俺がスーパーサイヤ人になれなくて悟空がスーパーサイヤ人なんだ、まあ、そういった、まあ、プライドがありつつ、プライド半分、悟空を認める心半分、まあ、そういった風に徐々にプライドがなくなっていくわけなんですよね。でそしてこのセリフ見てください。ブルマをママを大切にしろよ。いやこんなねセリフをベジータが、サイヤ人編の時のベジータが言うと思いましたか皆さん。この変化えぐくないですか。そして、まあ、俺がこの魔人ベジータを好きな理由2つ目、それが父親としてのベジータ、そしてサイヤ人の王子としてのベジータ、もうこの2つのベジータの葛藤を表した変身形態だからです。このベジータの今のトランクス、ブルマを大切にしろよというその言葉、それは父親としてのベジータの心だと思うんですよ。でそして、まあ、この前にも動画あげたんですが、まあ、ベジータと悟空が戦っていた時のあの悟空に向けた言葉、俺は昔の俺に戻りたかった、冷酷なサイヤ人として徹底的に戦いたかった、まあ、それもベジータの本音であると思うんですよ。でサイヤ人編の時のベジータはもうそのサイヤ人の王子としてのベジータしかいなかったわけです、まあ、ですがブルマと結婚して家庭を持つようになって、パパとしてのねベジータがここで垣間見ることができると、もう俺はね思ってましたよ。
子供の頃、キッズの頃、こんなんどうでもいいからもう早く戦う見せてくれと。そしてベジータなんと初めて自分のためだけではなく周りの人のために命を投げ打ってしまうと。これが魔人ベジータの良さです。俺はこの魔人ベジータが一番ベジータの中で好きです。そしてなんとこのゲーム、通常のルートであっても原作とはね一風変わったストーリーが見られる神ゲーです。ということで分岐ルートいきましょう。ベジータには、まあ、父親としてのベジータ、そしてサイヤ人王子としてのベジータ、まあ、その2つに葛藤がありました。かつては、まあ、強さだけを求めてで敵を殺してそんな残忍だったベジータもフリーザ編セル編にかけて、まあ、悟空たちと一緒に戦い、そしてブルマとも家庭を持ちトランクスとも触れ合い、そうした人との温かみを知っていく中でだんだんとベジータは愛情を知るようになるわけです。そんな中でベジータは今のままでいいのか、おそらくこう思ったことでしょう。俺はサイヤ人の王子として今まで強さだけ追い求めてきたが、今の俺はなぜこんな家族そして仲間に囲まれそこに安心感を覚え強さを追い求めなくなってしまったのか、サイヤ人王子としてそんな自分がおそらく許せなかったんじゃないのかなと思います。まあ、そして迎えた魔人ブー編、悟空があの世から一日だけ帰ってくるということを聞いてベジータはめちゃくちゃ楽しみだったわけですよね。その天下一武道会で悟空と戦えることを。そして天下一武道会当日ベジータはなんと悟空と初戦で対戦するようなマッチアップになるわけです。俺ね今でも覚えてます、ベジータがあのボールを取った時のあの満面の笑み、あれがねもうベジータの心を全て表していますよね。悟空とそれだけ戦いたかった、それをあれはめちゃくちゃ表していると思います。ところがこのバビディたちによってそんな悟空と戦えるチャンスさえも奪われてしまいます。そんなベジータはねおそらく相当憤っていたことでしょう。ベジータのあの憤りすごかったですよね。宇宙船でのご飯がダーブラを全然倒さないところだったり、めちゃくちゃ足踏みしてあいつ何やってんだそんな感じでしたよね。まあそこでもう悟空と戦いたくて戦いたくて仕方がなかったベジータは、まあ、バビディに支配されたというわけですよね。まあ、だがこの支配といってもそれも実質的な支配ではなかったところ、もうそれも魔人ベジータの良さだと思います。そして魔人ベジータの魅力よ3つ目、バビディに支配されないほどの真の強さ、もうこれがねもう、ま、あのベジータの全てを俺は表してると思うんですよ。魔人バビディにあの M の文字を刻まれたバビディで、バビディダーブラであったりのプイペイ、あいつらは全部もうバビディの意のままに操られてしまうじゃないですか。まあ、ですがベジータは、まあ、そんな魔力を持っても、あそうこれ隠しルートです。なんとバビディが出てきます。あもうちょっとね魅力語りたい、もうちょっと語らせてくれ、これ全然実況中途半端になってしまったが、まあ、そうバビディにの魔術にかけられた人間はもう大体逆らうことができなくなってしまいます。まあ、ですがベジータはその真の強さからもう一切バビディの言うことを聞かないわけですよね。なのでここのねそのバビディに支配されたからといって
もう完全に意のままに操られないベジータ、まあ、ここがめちゃくちゃベジータの良さですよね。もうね、そのベジータの頑固さといい、もう強さへの執着といい、もうこのねフリーザ編、セル編、まあ、サイヤ人編、もうその全てをもう統括したと言ってもいい、この一貫性のあるベジータ、めちゃくちゃね俺は好きですね。はい。そして、まあ、最終的にはサイヤ人の王子ベジータとしてのプライドを捨てきれなかったベジータなわけなんですが、まあ、父親としてのベジータも残っていたと。これがね、俺は本当にちょっとやばい、いや語りたくてこいつ倒したくね、まあ、だから最後にブルマ、トランクス、そしてカカロットと、残忍なサイヤ人だけでは終わらない、そういった成長が見られたベジータ、俺はめちゃくちゃ好きです。もうね、もっと語りたい、いやー、もうちょっと、もっと別の動画で語ります。はい、ぜひね、チャンネル登録してください。これからも他のね分岐ルートだっていろいろやっていきます。ということで終えます。ありがとうございました。